吹テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。熱帯魚の飼育の基礎となるのが水槽です。 PC パーツを入れる箱が PC ケースでした。じゃあ魚を入れる箱はというと水槽になるわけです。今は各メーカーが様々な材質や形状の水槽を製作しているので、正直どれを選べばいいのかわからないと思います。今回は水槽の基本的なことと僕がおすすめする水槽について語らさせてください。水槽を知ろうと思ったら、まずは材質別に見ると分かりやすいと思います。今回は大きく3つに分けて説明しようと思います。ガラス水槽、アクリル水槽、コンパクト水槽、デザイン水槽です。この他にもプラスチックでできた虫かごとしても使えるプラケースと呼ばれるものもあります。これは魚を選別したり水換えした時に一時的に入れておく容器として重宝します。まずはガラス水槽について語らさせてください。底面のガラスも含めて前後左右5枚のガラス板をシリコン系の接着剤で枠組みをした昔ながらの水槽です。昔は60センチ水槽と言われる幅60センチ、奥行き30センチ、高さ36センチの水槽が一般的でした。昔の初心者用の熱帯魚の本にはこの60センチ水槽がおすすめされていたほどです。しかし今はより小さい水槽が好まれるようになっているので定番と言いにくくなっています。60センチ水槽の詳細は今後動画でじっくり解説するので覚悟していてください。底面にガラスを使っていない幅30、36センチ、39センチの3セットって呼ばれる小型のものがあります。またそれぞれ S、M、L 水槽と呼ばれていることもあります。グッピーや小型熱帯魚の繁殖、病気になった魚のトリートメントタンクとして使えるので予備に持っておいて損はないです。価格も安いので初心者におすすめの水槽です。プロでもこの水槽を並べて繁殖されている方がたくさんいるので、それだけ丈夫で信頼されている水槽だということです。さらにガラス水槽には水槽前面に枠がないタイプの曲げガラス水槽と呼ばれるものがあります。これは1枚のガラス板を90度に曲げる技術の向上によって製品化されるようになったものです。枠がある水槽と比べて観賞する際に賄賂に楽しめるという利点があるので、この水槽が普及し始めた頃からアクアをやる人が増えました。これよりもっとかっこいいのがオールガラス水槽と呼ばれるものです。枠がない水槽でシリコンとガラスのみで接着されているタイプです。ADA というメーカーがこの水槽を使った水草レイアウトをよく行っていまして、とても美しいので人気です。使っているガラスも各社違うので、オールガラス水槽を買う際は直接店頭に行って目で見てから買う方がいいと思います。安いタイプのものは全体的に緑っぽい色をしてるんで、透明でシリコンがしっかりと接着されたものを買いたいところです。あと枠のある水槽に比べて水槽はかなり重たいのも特徴です。お風呂場に持って行ってがっつり洗うとなると苦労するかもしれません。あと一つ付け足すと、15年ぐらい前に比べてガラスとガラスを接合する技術が上がったので耐久性が高くなりました。昔は壊れやすいというイメージが強かったオールガラス水槽ですが、今は変わりつつあります。透明アクリル樹脂を用いて作られた水槽がアクリル水槽です。特徴はもうとにかく軽いです。先ほど紹介したガラス水槽はせいぜい90センチ水槽が一人で持てる限界なんですけど、アクリルはもう一ランク上の120センチ水槽までなら一人で持てると思います。だから重さに不満のある方や大型水槽を検討している方はこのアクリル水槽はかなりおすすめです。またガラス水槽に比べて加工が簡単なので、サイズを指定すれば特注水槽をいろいろなメーカーが行ってくれます。めちゃくちゃ値段高いんですけどね。いつか僕も特注アクリル水槽を家に置いて、
友達とかに自慢したいです。すげえじゃんこれって言われたいですね。で、アクリル水槽の価格は板の厚さ、まあミリ単位なんですけど、あとは材質によって変動します。アクリル板や再生板を使用したものは安価で、国産の良質な板を使用したものは高価です。あと欠点は、水槽を洗い続けるとだんだん傷がついてくることです。細かい傷が増えてくると干渉した際に見にくくなります。対策としては、高いアクリル水槽にするか、傷をつけにくいアクリル専用のスポンジっていうのがあるんですけど、それで掃除をすることだと思います。最後に、コンパクト水槽、デザイン水槽について語らさせてください。これは熱帯魚を本格的に飼育するわけではないけれど、机やラックの上に小さな水槽が欲しいと考えている人向けの製品です。ここ最近で一番盛り上がっている水槽といっても過言ではないでしょう。形もおしゃれで可愛いものなど各社から発売されていまして、フィルター、蛍光灯、保温器具、餌、バックスクリーンなど一式が揃ったものが人気です。このような水槽が人気になったことで、小型のエビ類や改良メダカが爆発的にヒットにつながったと思います。熱帯魚を飼ってみたいけど、ボンと買ってすぐ始められるようなものはないのかなという初心者には、こちらの水槽が適していると思います。パソコンでいうメーカー製ということです。ただし小型水槽なので水量が少ないため、水質を安定させるのが難しいです。なぜならすぐ汚れるからです。この原理などについてもいつかじっくりと語りますので、覚悟しておいてください。じゃあおすすめの水槽は何ですかというと、言葉悪いですけど、初心者は黙って枠付きのガラス水槽を買うべし。なぜならアクリルやオールガラス水槽に比べてとても丈夫で非常に安いからです。万が一アクアに飽きたとしても、すぐ燃えないゴミで捨てれますし、割ったとしてもそんなに後悔はないと思います。かっこいいアクリルやオールガラス水槽は価格も高いので、枠付きである程度アクアの知識を透けてからでも遅くはないと思います。まあ売れてんのはデザイン水槽なんですけどね。もうこれ以上話すと、もう吹雪うぜえよってなると思うんで、この辺にしておきます。吹雪テトラ、はい、ということでいかがでしたでしょうか。ガラス、アクリル、デザイン水槽の中で皆さんはどの水槽が気になったでしょうか。この水槽を使った実験も今後動画でやろうと思いますので、お楽しみに。今日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。以上、水槽の基本的なことを語ってみたでした。ありがとうございました。バイ。